ギャルリ・ビビエンヌはパリ2区にあるパサージュ・クーベル。プティーシャン通り4番地、バンク通り5、7番地、ビビエンヌ通り6番地に入り口がある。全長176メートル、幅3メートル。1974年7月7日に、歴史記念物に登録された。メトロの最寄り駅は3号線、ブルス駅。復興時代のギャルリ、ビビエンヌ・ギャルリ・ビビエンヌは建築家。 フランソワ・ジャン・ドゥラノワが描いた計画に基づいておてる、バネル・ドスランとプチペレ通りの場所に、1823年、交渉人組合長丸省によって建設された。ギャルリー、丸省の名のもとに落成式を行い、1825年に、ビビエンヌと名付けられた、ギャルリーは、類稀な立地をうまく活かした。ギャルリーは入居する、仕立て屋、靴屋、ワインショー、レストラン、本屋、 手芸財商、菓子屋、版画屋によって多くの客を引き寄せた。衰退しつつある、パレロワイアル、パリ証券取引所とグランブールバールの中間に位置して、ギャルリビビエンヌは第二帝政開始まで大変な成功を収めた。しかし、名高い店がマドレーヌやシャンゼリーゼへ移転し、とりわけ、オースマンの大改革のためにギャルリは魅力をほとんど失ってしまった。 通行量と活気のある情熱的な社交場ではなくなった。13番地にある建物の階段上にはフランソワ・ビィドックが住まいがあった。ギャルリは後にルイ・フィリップとなるオルレアン号のチールリー宮殿工事にも抵抗した。1826年に開通した近接するギャルリ・コルベールとは歴史的な競合関係にある。1961年にマル井が復元され、 以降ギャルリは活気を帯びている。流行のブティックや装飾品店が入居し、オートクチュールショーが開かれる。1970年に高田健造が出展。1974年に歴史建造物登録。1986年にジャンポー・リコルチェと鳥居ゆきが出展した。今日は古書店、雑貨店、カフェ、レストラン、プレタポルテブランドや、 アクセサリーブランドが入居する。フランソワ・ジャン・ドゥラノワは、長者なガラス屋根で覆い、胸躍らせるモザイクと壁画と彫刻を施した、ポンペイ様式による装飾と新古典主義建築を思い描いた。半球系の天窓、ロトンドの壁面には、女神や妊婦の装飾が施されている。テラス奥の床に敷かれたモザイクには制作した G、ファッチーナのサインがある。 モザイクは単純な幾何学的模様が反復する。ロトンドの先にホローが42メートル続く。ギャルリビビエンヌ、中央奥にホロー。その右側にジュソームのコシュヤが見える。ありがとうございます。